最近、私は同じ夢を見る。誰か知らない女の子が病室にいて、ベッドの上に座ったまま、本を読んだり、食事をしたりする姿を、ただ眺める夢。その子は時々、私に笑いかけて何かを言う。だけど私には、その声が聞こえない。きっとそれは、私が病室にいないから、私は画面の向こうにある別の世界を、ただ眺めているだけだから、どうして私、こんな夢ばかり見るようになったんだろう。私が繰り返し、あの夢を見るようになったのは、前にこの町に来てから。あれからずっと、夢を見るたびに、胸がざわめく、私の中に押し込められた何かが、しきりにうごめくように。だから、私は真相を知りたい。夢のことも、胸がざわつく理由も、だって、そのためにこの町に来たんだから。見つけないと。そして、確かめないと。魔女を追っていれば見つかると思ったけど、魔女も使い魔も多くて、思うように魔力を追えない。だけど、多分この辺りに魔女がいる。もう一度探ってみよう。やっぱり近い。あっ、違う、すぐそこにいる。あまり遅くなるとお母さんに怒られちゃうし、急いで確認しないと。あった、魔女の結界。あれ、先に誰か入ってる？苦戦してる？いけない、助けないと。どこにいるの？魔法少女の魔力反応があればすぐに見つけられるんだけど、反応は近い。きっとどこかに。
見たことあるよ。本当？うん。最近ね、この町ってあの久兵衛しかいないから。私ね、その子を探しに来たの。前に一度見てるんだけど、どこにいるかわからなくて。それなら急いだ方がいいよ。え、急いだ方がいい？うんうん。さっきの結界にいたと思う。見間違いじゃなければだけど。え？さっきの魔女の結界は？さすがにもう逃げてるよね。でも教えてくれてありがとう。私さっきの魔女を追ってみる。でも慎重にね。あの小さい久兵衛、警戒心が強くて逃げちゃうから。うん、わかった。ありがとう。私こそ助けてくれてありがとう。小さい久兵衛なんて見つけてどうするのかな。これさっきの魔女と同じ魔力パターンだ。これなら追っていけるけど、なんだか変な感じ。さっきは人が多いところにいたはずなのに、今は人が少ないところにいる。何が目的なんだろう。あっ、急に反応が近く。魔女が近い。違う、向こうから来てる。使い魔はいない。あ、ゆいた。あ、ゆっくり近づかないと逃げられるかもしれないし。まっけー。あれ、向こうから近づいてくる。警戒心が強いんじゃ。こんな時に何この数。まさかこの使い魔、私が追いかけてるって気づいてた？私、どうなったの？力が入らない。キューベだれ？ここはあなたがいていい町じゃないわ。あれ、ここってやっぱりあなたの病室なんだね。え、あなたは誰？え、あれ、私。あ、ようやくお目覚めだな。気分はどう？って最悪だよな。あなたは？ん？私？ほら、実は私も魔法少女なんだ。あ、あれ、最後に見たのってこの人だったっけ？おいおい、本当に大丈夫か？あんまりぼーっとしてると私みたいな奴に襲われるぞ。え？冗談だよ。ほらほら、
助かったんだからシャキッとしな。助かったって、あ、ごめんなさい。私、いいよ気にしなくて。これも私にとっちゃ仕事みたいなもんだからさ。ただちょいと状況が良くないな。使い魔にやられたってのは。というわけで、これから神浜で戦っていくためにも、私と一緒に調整屋に行くとしよう。え、調整屋？やっぱり君、神浜の魔法少女じゃないのか。調整屋を知らないことこそ分かりやすい証拠だよ。そうなんですか？そうですとも。魔女が強い神浜市じゃ調整屋ってのは常識なのさ。なんせ魔力を強化したり魔法少女を紹介してくれるからね。それ本当ですか？嘘か誠かはこれから自分の身で確かめに行くんだよ。てなわけで案内するからついておいで。そんな私なら大丈夫ですから。わざわざ外から来たんだ。何か理由があるんだろ？はい。ここは頼っておいても損はないと思うぞ。ごめんなさい。よろしくお願いします。うん、素直でよろしい。私は戸亀桃子、よろしくね。あ、私は玉木いろはです。よろしくお願いします。戸亀さん、ここは私が。助けられてばかりじゃ。なーにバカ言ってんの。私に任せて。いろはちゃんはサポート。すみません。おっと、それから大切なこと、私のことはももこでいいからね。堅苦しいのはなしでいこう。さ、この奥だよ。こんな廃墟の奥に？調整屋は魔女や使い魔の類とは戦えないみたいだからね。人気のないところの方が使い魔や魔女が近寄らないし、調整屋にとってはやりやすいんじゃないかな。おっす、調整屋。あら、久しぶりね、ママか。最近来ないから寂しかったわ。は、何言ってんだか。最近じゃ客も多くなって思い出す余裕もないくせに。そんなことないわよ。あら、そちらの子、見ない顔ね。そう、今日は私の用じゃなくて新しい客の紹介だ。あの、この人が調整屋さんですか？どうも、調整屋さんです。役も御霊っていうのよ。以後ごひいきにしてちょうだいね。え、あ、はい。私は玉木いろはって言います。よろしくお願いします。でだ、調整屋。なに？いろはちゃんのソウルジェムちょっといじってあげてよ。あら、軽々しく言うけど、お代はもちろんあるのよね。もちろん私が持つよ。え、待ってください、桃子さん。あの、その、助けてもらった上に、そんな。まあまあ、こういう時はお互い様さ。ほら、こういう時は喜ぶもんだよ。はい、ありがとうございます。で、あの、それでソウルジェムをいじるってそれはね、あなたのソウルジェムの中に私が触れるってこと。そして他の魔力を注いだり、潜在能力を引き出したりするの。桃子さんが言ってた通り、本当にそんなことが？一度経験してみるとびっくりすると思うわよ。だからね、早速始めちゃいましょう。あ、はい。それじゃあ服は脱いで、そこの寝台に横になってね。はい、わかりも…え、脱ぐ？そう、そこのカゴの中に入れてね。おい、調整屋。わかりました。わかった。
いじめてやるのよな。嘘でした。はい、そう。リラックスして、深呼吸。ゆったり、身を任せて、大地に沈んでいく。静かに、静かに。それじゃあ、ソウルジェムに触れるわよ。力を抜いて、もう少し、深く。あっ！また、あの子の病室、前より鮮明に見える。やっぱりあなたの病室だ。さすがに私も覚えちゃったよ。ねえ、あなたさっき、私に何か言おうとしてなかった？ごめんね。もう一度言ってもらってもいいかな？違うの。そんな悲しい顔しないで。ちゃんと声が聞こえないだけで。ねえ、あなたは誰？もしかして私、あなたと会ったこと、あるの？行かないで！答えて！ねえ、あなたは私の、何？どうして見るたびに、こんなに愛おしくて、懐かしいの？どう？体の調子はいい感じかしら？はい、さっきよりずっといいです。なんだか体がポカポカしてます。それなら成功ね。最初は体がだるく感じたり違和感があるかもしれないけれど、しばらくすれば少しずつ馴染み始めるから。はい、ありがとうございます。どうしたんだよ、調整や。急に神妙な顔しちゃってさ。ええ、ちょっと。ねえ、いろはちゃん。はい。私ね、ソウルジェムに触れるとその人の過去が見えちゃうの。過去？そう。だからね、いろはちゃんの過去も見えたわ。え？勝手に見たのは謝るわ。決して誰にも言わないから。それでもね、一つだけ聞かせてほしいの。何ですか？あなた、何を願ったの？私が何を願ったか？私たち魔法少女が契約するときに叶えた願い事よ。覚えてる？はい、もちろんです。私は、あれ、願い事、私の。また、どうして？いろはちゃん？私の願いと関係があるの？ごめんなさい。苦しめる気はなかったの。あの小さいキューベ、やっぱり私と何かあるんだ。いろはちゃん、まだ外に出ちゃダメだ。行かせてください。私、見つけないといけないんです、あの小さいキューベを。小さいキューベって、そんなの見つけてどうすんのさ。私、あの子を見てからおかしくなったんです。知らない女の子の夢を見て、その度に胸がざわついて、今はなぜか愛おしくなって、もう訳がわからないんです。だからどうなるかなんてわからないけど、もう一度小さいキューベに会って、この夢が何なのかはっきりさせたいんです。
出て行ったら絶対あいつに捕まるぞ。どこ、あの魔女はどこ。やっぱり桃子のところにいたのね。魔力が薄くなってる。早くしないと手がかりが。待ちなさい。ごめんなさい、今急いでるんです。私は待ちなさいと言ったはずよ。あの、私本当に急いでて。どうしても通ると言うなら私を倒してからにしなさい。どうして。あなた自身が一番よくわかってるはずよ。魔女の結界内で無様にやられてたんだから。もしかしてあの時の。そう、まだ意識があったのね。覚えてるなら話が早いわ。邪魔が入ったおかげで遅くなったけど、今なら心置きなくあなたを町から追い出せる。町から追い出す。そう、あなたは私の前で証明してしまったから。この町で生き抜く実力がないということはね。さあ自分の町に帰りなさい。いや、私、目的があってこの町に来たんです。だから。だからどうしたの。目的も果たせずに死にたいの。でも私、調整屋さんにソウルジェムをいじってもらって。だからもう大丈夫です。また桃子のおせっかいね。はあ、分かったわ。どうしてくれるんですか。ええ、あなたが自分の強さを証明できればね。かかってらっしゃい。あなたがこの町で生き抜けるかは私の目と腕で判断するわ。せっかくあのキューベイを見つけたのに、どうして。覚悟はできたかしら。引くなら今のうちよ。あなた気が弱そうに見えて結構頑固なのね。所詮は付け焼き刃ね。強化しても経験は追いつかないわ。あら、まだやる気。お願いです。私、キューベイを探してるだけなんです。小さいキューベイを。小さいキューベイ、せっかく見つけたのに。そう、あなたなら近づくことができるのね。だけどいい加減諦めなさい。待てはいやはや、追ってきて正解だったよ。も、桃子さん、どうしてここに。八千代さんがいろはちゃんを襲うのは分かってたからね。相変わらず趣味の悪い女だよ。この町に無駄な死体を増やしたくない、それだけよ。よく言うよ。大方魔女の数が減るからだろ。町に魔法少女が増えりゃ個人の取り分も減るからな。だから調整屋も紹介しないで力技で追い出そうとしてる。いい加減誤解されるのも気分のいいものじゃないわね。そうね。ねえあなた、小さいキューベイを見かけたってどこで見かけたのかしら。あの、砂場の魔女の結界です。そう、それじゃあこうしましょう。砂場の魔女を先に倒したら実力を認めるわ。ハンデとして私は一人、そっちはタッグで構わないわ。これでどうかしら。え、そんな勝手に。私は小さいキューベイさえ見つかれば別に。乗った。え、ちょっと桃子さん、あの、私は別にそこまで認めてもらわなくても。これでこの堅物が認めてくれるっていうなら安いもんさ。それに
価値さえすれば気兼ねなく探せるだろ。やるぞイロハちゃん。はい、わかりました。よし、それじゃあ決まりだ。決まりね。ありました、ここです。随分と奥に隠れてたな。さすがに複数の魔法少女に狙われたら逃げたくもなるわよ。さっきは小物一匹だから気が大きくなってたんじゃない？小物…とりあえずその分のハンデはつけたつもりよ。桃子と二人で頑張りなさい。強くなった実力とやらをせいぜい発揮してね。いちいちムカつく言い方だな。こっちはあんたの都合で提案を飲んでるってのにさ。別に合わせなくても結構よ。それならそれで私と戦って勝てばいい話だけど。あの桃子さん、気にしないでください。私の実力が足りてなかったのは本当ですから。それにこの結界の中にキューベイもいるかもしれない。だから頑張ります。私見物だわ。こいつら早速囲んできた。背中は任せてください。援護します。ああ、私は一気に突破口を開く。八千代さんに先を越されてたまるか。お先に失礼するわよ。やっぱり早いな。いろはちゃん、急ごう。あの、待ってください。何立ち止まってるの？そんなのんびりする時間なんて。イロハちゃん？ポギュウ？いました！小さいキューベ！イロハちゃん、今は魔女を狩ることが優先だ。でも、私はあの子に会いに来たんです。ちゃんと話すことさえできれば、私はそれで。そりゃ楽観的すぎるよ。イロハちゃんの願いが関係してるのかもしれないけどさ、そのキューベイに会えたからって解決する保証はないんだろ。それはそうですけど。またこの町に来る必要があればあいつだって邪魔しに来るはずだ。だから今は魔女を優先しよう。キューベイ？なんだ？どういうことだ？ついてこいってこと？ヒュン！それってもしかして魔女のところ？オッキュン！ほうほう、なるほど。チビスケも魔女を優先して倒せってさ。そうなの？ヒュン！うん、わかった。じゃあ案内して。ただ信じて大丈夫なのかちょっと不安だけど。でもキューベイが知ってたら迷わずにたどり着けますね。普通に戦ってたら八千代さんには追いつけないし、ここは一つこのチビスケにかけてみるか。はい。これで勝てたらイロハちゃんも仲間入りだな。仲間入り？神浜市の魔法少女のね。そんな嬉しいものですか？普通ライバルが増えたとか。私は嬉しいよ。友達が増えたみたいでさ。オッケー。ここ最深部の入り口。ああ、この先は魔女のプライベート空間だな。半信半疑だったけど、本当に案内してくれるとはね。私たち一番乗りですか？ああ、追いつかれる前に乗り込むよ。はい。なっ、イロハちゃん危ない。
あら、遅かったのね。今の魔力、この人なんだ。一撃で魔女が気絶してる。待ちくたびれて魔女と遊んじゃったからね。おい、冗談きついぞ。いくらなんでも早すぎる。早すぎる。あなたたちが遅すぎるなら、これぐらいの力量差があるのは桃子なら想像できたでしょう。さあ、あなたたちの負けも決まったようなものね。だけど特別にもう一度チャンスをあげるわ。え？もう一度？ええ、あなた、魔女を一人で倒しなさい。そうすれば実力を認めてあげる。私の食べかけなのはちょっと残念だけどね。バカにするのも大概にしろ！人をもてあそんで！せっかく考え直したのに、もてあそぶだなんてひどい言い草ね。それにこれはあなたの問題じゃないわ。どうするかは、この子次第よ。さあ、どうするの？さっき、桃子さんが言ってたみたいに、また、この町に来る必要があるかもしれない。それなら私は、今ここで魔女を倒してみせます。そう。それなら見せてみなさい。神浜の魔女を倒すところ。頑張れよ、いろはちゃん。はい。さあ、魔女が動くわよ。桃子が得意げになってるんだか。さあ、何これ以上難癖つけようっての。まさか。実力は認めるわよ。最初から大丈夫だろうとは思っていたからね。え、そうなんですか。ええ、なんとなくだけど、その人を見ればわかるわ。なんだ、だから魔女を譲ってくれたり。いや、人をもてあそんだだけだ。別にもてあそんでなんかいないわよ。目的のために動線を引いただけ。動線？そう、ちょっといじめすぎたのかしらね。私の前にこの久兵衛は現れてくれないから。え？小さい久兵衛、今までありえなかった。イレギュラー。気がついたら神浜市からいつもの久兵衛は消えていて、この子しか存在しない。どう考えても危険な因子にしか思えないのよ。あっ、桃子さん！しまった！遅い！次は！久兵衛！ようやく消せるわ。あなたも分からずやね。その久兵衛に関わるとろくなことにならないわ。この子が何をしたって言うんですか。これからするかもしれない。リスクは早めに排除するものよ。そんなことしたら聞けなくなっちゃう。あの子は私にとって大切な子かもしれないのに。ここまで耐えたのは褒めてあげるわ。だけど、ここまでよ。ダメ！そいつを離しなさい。あなたまで串刺しになるわよ。嫌です。絶対に離しません。何？意識が。いろはちゃん！だから言ったでしょ。あなたの自己責任よ。
抱きしめた小さなキューベイから何か来る。お姉ちゃん、今日も来てくれたんだね。お姉ちゃん、ああ、早く元気になってお姉ちゃんと学校に行きたいな。ずっと入院してるこの子、私どこかで。お姉ちゃん、息がゆっくり体を起こそうね。あ、強い子だから大丈夫だよ。私知ってる、あの子の苦しそうな顔も嬉しそうな顔も全部あの子。そう、名前なんだっけ。懐かしくて愛おしい、あの響き。お姉ちゃん、本当に私退院できるの？そうだよ、ウイ。ウイ、ウイ、ウイ、そう、ウイだ。私の妹、ずっと入院していて体が弱くてすぐに消えてしまいそうな、かけがえのない私の大事な妹。どうして私、こんな大切なこと。お願い、妹の病気を治して、ウイを元気にしてあげて。そのためなら私何でもするから。玉木いろは、それが君の願いなんだね。ちゃんが目を覚ましたわよ。え、本当に？いろはちゃん、大丈夫？ももこさん、いたまさん。何？どうしたの？どこが痛い？私、思い出しました。どうして魔法少女になったのか。え？私、妹のために、あの子の病気を治すために魔法少女になったんです。どうして忘れてたんだろう。こんな大切なこと。忘れてたって、どういうこと？長い間、離れて暮らしてるとか。いえ、ずっと一緒でした。この間まで、同じ屋根の下で、一緒に寝て、ご飯も食べてました。でも、みんな消えてるんです。なかったことになってるんです。この世界にいたことが。そんなことって。でも実際にそうなんです。家に帰ってもウイがいないのが普通になってて、お父さんとお母さんと3人でいつも通りに暮らしてた。私だってさっきまで自分のこと一人っ子だって。つまりそれって、私が妹ちゃんに会っていたとしても忘れてるかもってこと？魔女の仕業かしら。長いこと魔女と戦ってるけど、そんな魔女がいるとは。それじゃあどうして。私が思い出せてないことが他に何かあるのかも。もっきゅー、キューベ、もうあなたに触っても何も思い出せないね。でもあなたがウイのことを思い出させてくれたんだよね。キュー、きっとそうなんだよ。そんな気がする。うん、決めた。いろはちゃん、私また来ます、この神浜市に。目的は果たせたんじゃないの？今度はウイを探さないといけませんから。きっとこの神浜市のどこかに手がかりがある気がするんです。ウイが消えちゃった理由も、あの子が今、
どこにいるのかも。ウイのことを思い出させてくれた、この小さいキューベイが、いる町だから。その記憶が実は嘘で、何か理由があって植え付けられた。そんなことも、考えられると思うんだけど。それでも私、この記憶を信じます。ウイのことを考えるだけで、愛おしく感じるから、鮮明になった思い出が、あの子がいたって実感を、与えてくれるから、そして何より。今の私は、玉木ウイって妹がいる、玉木イロハだって、思えるから。玉木ウイがいる、玉木イロハ。その記憶を信じて、妹ちゃんを探すんだね。この神浜市で。はい。うん。そっか。わかった。あたしは大歓迎だよ。新しい仲間が増えるからね。私も、お客様が増えるし、無理に止められないわ。お前なぁ。ま、それじゃあ次に来るまで、ちびすけは私が預かるよ。どうも、この町からは出たがらないみたいだからさ。はい、ありがとうございます。それじゃあ、いろはちゃん。はい。この子に、名前をつけてあげてくれる？名前？ずっと小さいキューベイなんて、かわいそうじゃない？だから、何かわかりやすい、新しい名前をって思って。でも私が、いいんですか？ええ。いろはちゃんにとって、きっと大事な存在だと思うから。それじゃあ、キューベちゃん。あら、本当にそれでいいの？それじゃあ、でしょうか。いいと思うわ。もっきゅん。ちびすけも気に入ったみたいだしな。これから一緒にウイを探してくれる？もっきゅん。これからよろしくね。